皆さんお待たせいたしました。このクラブモーションナビゲーターと文鎮がいよいよ一般販売されます。1月の20日東屋商店にて販売が開始にされます。ぜひですね、楽しんでですね、練習していただければありがたいです。また随時ですね、販路が拡大しましたらご連絡差し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、今回はマストのレッスンです。お願いします。お願いします。ため動作の獲得のためにいろんなドリルをやってきているんだけれども、実際どうですか？ためっていうのが自分では感覚が得づらい部分があって、結構長い間練習してるとはいえ獲得にまでは近づけてないのかなと思います。なるほどなるほど。なんかため感っていうのがなかなか分かりにくいっていうところだよね、はい、現状どれぐらいのスイングの変化があるのか、ため動作の獲得だけではなくて体の使い方に関しても変化は若干なりともあるというふうに思うから、全体をですねしっかりとチェックをして、最初に取ったスイングから現在までの変化っていうのをしっかりと確認してみたいと思います。でもちろんスイングが動いてる時っていうのはミート率は比較的安定しないという時期があります。最終的には動きが安定して球をまっすぐ行かせるのは組み合わせの話、アライメント、ボールポジション、グリップ等々で調整をしてまっすぐ行くということになるので、現状安定しないという段階にあるのは理解しています。ですけれども動きがどれぐらい変化しているのか、クラブの動きがどういうふうに今変わっているのか、またまだ変わっていないのであればどんなことが原因なのかっていうのをもう一度整理して考えたいと思います。それでは早速全部チェックやってみましょう。どうぞ。若干カット気味ですと。少しクラブはまあ外から入っていて、シャフト軸に対してちゃんと捕まるアングルは取れていると。ただここでヘッドがちょっとダフりながら刺さって当たってますね。はい、毎回こういう感じではないと思うんですが、とりあえずいいです。じゃあ次スイング語りしていきましょう。はい、まあ、ちょっとシンプルにこの体重移動を評価してみようかな。アドレスのバランス、まあまあですね、少し左荷重になってますけれども許容範囲だと思います。 53% 左、そこから少しフォワードプレスを入れてハーフウェイバックまでに 85% の体重を入れます。一般的に言えばこれは大きいと思いますね。ここまでの荷重をする必要性はないと思います。でも最終的にトップオブスイングに行くときには無関係な体重の戻りがありますよね。トップオブスイングに入ったときに 57% 一回右荷重になって左に荷重しているわけですから、これはちょっとリバースピボットになっているということを考えられます。で、これがため動作にできない理由と関係しているということも言えるわけで、軽く打ってる時とかドリルをやってる時ってここまで振り上げてないんでため感が出せるんですよ。でも実際のフルスイングをやった時にため感が出ない一つの大きな特徴っていうのは、こういう側屈動作が大きくなって左荷重になっている場合には体が戻るときにフリップが起こってため動作ができないということが生じて、それがかなり大きな原因なんだろうなというふうに思います。だから多分今このスイングは軽く打てばたまってしっかり打てばたまらないという状態になってるんじゃないのかなというふうに容易に想像ができます。どう、そんな感じになってないの？いや、本当おっしゃる通りな感じがしますね。なのでちょっと今日ギアーズとか全体で見なくてもこの原因はすぐ特定できるんですよ。ちょっと見てくださいね。これ、このトップオブスイングのよく左に荷重した方がいいっていうのはこのフェーズじゃないんですよ。切り返し以降なんですね。で、これ今トップの時に一回左足方向に荷重されてしまっています。大きな映像で見るとこういう感じ。バックスイング初期、これで 87% 右側に荷重されています。これはこういうプレイヤーはいますよね。で、ここからトップのポジションで 57% と左足の方にすでに荷重されていて、このままでは打てないんですよ。このまま左に踏み込んだら刺さっちゃうわけですよね。なのでここから一度右側の方向にウエイトがですねリバースしてきます。最大値ここですね。トップオブスイングで 57% 左に荷重されてたものが切り返した時にこうやって一度右側の方に戻っちゃうわけですよね。で、ここからどうなるかちょっと見てください。イメージでも分かりますね。左荷重だったのが右荷重に切り返しの時に戻って、そこからもう全然踏み込めないんですよ。広い映像でいきますかね。一回57トップでいきます。そして57戻ります。ここに対象動作がありますよね。57行って57行くというたまるわけがないですよね。こういったらクラブはもう確実に解かれる方向にエネルギーを持ってるだろうなというのは容易に想像できますよね。
ここから今度フォロースルーに行くにあたって左方向に行くんですけど、全然バックスイングのウエイトの入った例えば 85% 行く人ってプロだとこれ 85% 踏み込んできたりするんですね。プロで 85% 乗るパターンの場合、85ハーフウェイバックで乗っかっていって切り返しの時に6割7割ぐらいのポジションでステイします1回。そこからボンと8割行ったり6割7割、まあ、どこで対照的な体重移動を使うかっていうところがあるんですけれども、若干右側にあってそこから鋭く踏み込むという動作があるわけですけど、まあ、その場合これが真逆なわけですよ。これ結構リバースピボットです、うん、もうもっと癖が激しいプレイヤーだとこれこそリバースピボットですみたいな感じにはなるんですけど、これもそういうことですね。頭の位置はあまり動いていないし、動画チェックをしていくとそれほど激しくおかしくないように見えるわけですね。例えばこういう線を引いたとします。全体が左荷重なのはこれでも分かりますけど、一見見ると頭も3分の1とか半分程度しか動いてなく、右サイドも出ているというわけでもないので、映像的に言うとかつてはリバースピポットだったろうけど多分それをだいぶ直したよねっていうような雰囲気が出てるんだけど、まあ昔はもっとすごかったのかなこれ。あんまりそこを意識してなかったのかなかったのでわからないですけど、うんうん、まあ一見そんなに悪くないじゃないですか、うん、セットアップ時よりも右骨盤がすごく出てるわけでもないし、頭がターゲット方向に突っ込んでるわけでもないんだけれども、足裏の荷重というところで見ると8割ってトップではすでに左入ってるってことですね。で切り返す時にこれを戻すっていう方向に使って左足方向への踏み込みが遅れる、また鋭くないという問題が生じていると。で今のこっからここに戻す、この上と戻す時にグワッとクラブがフリップして切り返しの時のため感っていうのを出せないという、そこに大きな問題点が出てると。リバースピボット系の動きを減らすということと、トップオブスイングをコンパクトにして今の動作を使わないゾーンで振るという、これは2つのプランっていうのが考えられるから、まず両方とも努力していくことかな。これはだからどっちって限定してやらない方がいい気がしますね。どっちの可能性もあります。ため感をやりやすくするためにこの2つの可能性っていうのは頭に入ってくるので、両方のドリルをやっていく必要性があるかなと思います。コンパクトにするのはね、ドリルじゃないから意識だからね、この辺から切り返すとかって意識なので、ちょっとこのリバースピボット系の動きっていうのを改善、リバースピボットっていうよりはこの体重だよね、ウエイトのこの戻りを改善するためのドリルっていうのをやっていきましょう。でこれはまあいくつもパターンがあるんですけど、今日はそのうちの1個をやってみましょうね。はい、はい、足裏の体重移動に関して、だから一応自分でね具体的に意識してもらってもいいと思うんですよ。ボンって右に乗るところまでできてると、そうしたらここで左に行くのを押さえて右サイドにいる状態からボンって踏み込む。だから右、左、右、左、右、左っていう感じで、今のは右、左って自分でちょっと感じるんじゃないかなと思うんだよね。いや、でも上と感じるでしょ。はい、わかります。自分の体重がどこに入ってるかって感知できるでしょ。はい、あ、できるんだったら修正できる可能性っていうのがあるよね、うん、自分でわからないことを直すのは結構難しくて、わかるんだったらそこいけるかも、はい、だったら自分でこの辺の体重移動の常識をちょっと意識して、本当はこう行って少し戻って踏み込むみたいな動きになるんだけど、一応イメージとしてはハーフウェイバックの時にポンって乗ったら、まあ、7割8割でもいいです。まだこのトップオブスイングの時には右サイド、そして切り返した時にグッと対照的な領域、ボン、7分でフィニッシュっていう感じで、そんなイメージでやってみようか。これはドリルじゃないけどね、これも意識だけどね。はい、じゃあ意識でやってみようか。どうぞ。はい、じゃあ見てみよう。ポン、トン、トップの時に行ってるように、行ったら一回この辺で止まるんですよ。今これ66で止まってると。ただここからボンって行った時に本来踏み込んでいく、ここが鋭くなきゃいけないんですよ。右から左方向に踏み込む時の本来鋭くなければいけないフェーズのところが全く鋭く踏み込めていないという問題点。これが戻ってる原因とは言わないんだけれども、まだまだ全然これでは正しい体重移動とは言えないということです。今ここに着目していたんだけれども、もう一点、体の側屈動作っていうのをやめるためにわざとやってほしい運動があるんだよね。いい名称を言うとレジェンドドリルっていうふうに言おうかな。昔のクラシック時代というかヒッコリーシャフトの時代のプロたちっていうのは側屈主体というよりも回転主体で打つだけ、こうやって、こうやって、わかるかな。
頭も右方向に動いて、体が横方向に動いた。で、今度それの対象動作ってこういう感じ。少し骨盤が引けていて、上半身がいってる。今の動きってこういう動きなんだよね。側屈主体のやりすぎの動きに対して逆方向の動きを入れてしまうというやり方もあります。で、これは今のやつをゆっくりと完璧に直すっていうよりも、こういうフィーリングでも打てるっていう風なものを自分の体の中に取り入れるためには、側屈がちょっと強かったとしたら回転主体型の対象動作をやるっていうのは一ついいやり方でもある、うん、これが最終的なゴール完成形ではないんだけれども、一つ別のフィーリングっていうのを体の中に取り入れると、この選択できるようになるでしょ。このコツはですね、頭を動かします。バックスイングの時に頭を動かす、でフォローの時も頭を動かす。で、対照的な動作なんで、少しバックスイングの時には右側にくの字のスペースができる、そしてフォローサイドの方向にこちらのにスペースができるっていう感じで、少し回転だけをするとこういう動きなんですよ、回転って。だから昔のプロたちはどちらかというとこうやって打つ人が多かったんでね、これ回転主体でポンと、まあ、これもある意味左右対称なので、たまには実は当てられる動きになります。ちょっとわざとやってみようか、はい、ちょっとわざと回転主体で打ってみようか、はい、はい、レジェンドドリルどうぞ。お、ちょっとイメージしてみな、トップ、そうそうそう、トップに行った時にここに頭動かしていいですよ、はい、こういう動きですね。あ、なるほど、こういう動き、あ、なるほど、なんかくの字になってるでしょ、はい、わかります。で、今度逆方向もこういう、わざとこの逆くの字、これ回転だけでやるとこうなるわけですよ、うん、側屈ってこういうことですね、側屈対称ね、バックスイングフォローで、回転だけでやると回転回転でも、本当のスイングは側屈と回転が融合してるんで今みたいにならないんですけど、ものすごい側屈したいなんですよ。だからリバースピボットなんですね。なので、わざと回転型の対象動作を練習する。じゃあどうぞやってみようか、はい、ちょっと一回素振りやってみようか、はい、どうぞ。ちょっと待ってください。くの字、そうそう、くの字フォローも、こっちもこっちも、そうそうそう、両方やる方が簡単だよね。胸に当ててみてくれる？そうそうそう、こうやって上げた時にこういう動きって側屈主体です、うん、で、こういう動きって回転主体です。で、そうするとフォローする側の動きってちょっとこういう、そう、わざとこういう感じ。昔のレジェンドたちはこうやって打ってる人いっぱいいたでしょ、バーン。なんでうまく球が打てたのかって言ったら、これはこれで対象動作だから全然関係なく打てるんですね。はい、どうぞやってみよう、はい、お、はい、じゃあ見てみよう。大きな変化はありましたね。これ体重移動を狙ってるわけじゃないんですけど、一応足の裏がどういう風になってるかっていうと、回転主体にしたんで、まずヒールアップしたと、ウエイトがトップオブスイングの時にそこに留まっていることができる、それは上半身が右に行ってるからですよね。で、そこからボーンっていった時にまだまだ強い踏み込みができているとは到底言えないんだけれども、今までのような側屈が強くて体重が左に入ってしまうっていうような状態っていうのは一つ修正できたのかなというふうに思います。で、これ正面から見た時、当然ながら頭はだいぶ右に動いています。まだこれがね、くの字っていうイメージからすると、右方向に動く時に側屈の動きも入ってしまっているので、骨盤が少し出てしまってる。狙ってる動きっていうのはもう少し屈の屈曲が強い状態ですよね。まさにこの線が書いてあるような状態。いいと思います。フォロースルーの時にも少し上半身が前に出ていくような形でやってます。で、これを対照的な動作でやってほしいんですね。今ここでインパクトした時に左下、ビハインザボールで少し下に行くぐらい全然いいんだけれども、イメージとしてはですよ、対照的な動作をやりたいので、セットアップ時の頭のポジションがあったとしたら、1、2、積極的に行ってください。まあ、そこの積極的に行くのが踏み込みにつながるから、1回転でフォローで回転という、本当に昔のレジェンドたちを見るような、それこそヒッコリシャフトの時代のプレイヤーたちのスイングをイメージするような練習をしていくと、今のリバースピボットに対しての適切な答えということになってくると思います。ゴールは全然これじゃないのね、融合した形で別にやっていこうというふうに思うんだけれども、今の増田のこのスイングの仕掛けっていうのは、もちろんためができてないっていうのはありつつも、体の使い方的にも非対称動作っていうのが大きくあって、大きく振り上げるとため感をやりにくいと。だからコンパクトなドリルはできるけど、フルスイングだとちょっとやりにくいというような状態が起こってます。
このドリルをですね、次回までにしっかりやりつつ、これはドリコ目標でね、コンパクトで、はい、タメ缶をそこに入れるというようなことですね。ちょっと量が増えてきたけれどもやってみてください。で、はい、それぞれやるときにですね、どこに集中するっていうのは優先順位につけながら、全部をなんか抱えるとおかしくなっちゃったりするから、そこは気をつけてやってくださいね。はい、はい、ということで増田のレッスンでした。ちょっとね、宿題量多いけど頑張って。はい、頑張ります。はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。